いっぱい未来の話しよう。日本の原爆開発の裏にあった若者たちの300日の青春グラフィティ。戦争終わったら仕事するんや。二人は考えてへんの？これだけ時間だけじゃいかん。生きるんや。僕は進みます。未来の話をするために。太陽の子。